チチプイと AI ピクターズで無料で AI イラストを生成してみよう。目次です。 1. AI イラスト投稿サイトで画像生成。 2. チチプイの画像生成。 3. AI ピクターズの画像生成。 4. 最後に。AI 投稿サイトで無料で AI イラストを生成してみよう。 AI イラスト投稿サイトで AI イラストを無料で生成できるようになりました。そこで今回は AI イラスト投稿サイトのチチプイと AI ピクターズの画像生成をお届けしたいと思います。チチプイの AI イラスト生成サービス。まずは AI イラスト投稿サイト大手であるチチプイの AI イラスト生成サービスをご紹介。サイトにアクセスできれば PC、スマホで画像生成が可能です。無料で誰でも手軽に AI イラストが楽しめちゃうんですね。ちなみに現在はまだベータ版のようですが、画像生成自体は可能です。ログインして秩父のトップページの上部にあるイラスト生成ボタンを押すと画像生成ページへ移動します。ログインして左上でモデルで絵柄を選択。下のサイズで生成サイズを指定します。さらにそこから下には詳細設定欄があり、詳細設定でサンプラー、ステップ、スケールを設定します。真ん中の上部分にはプロンプト、ネガティブプロンプト入力欄があり、ここに呪文を入力します。プロンプトに呪文、ネガティブプロンプトに省きたいものを入力しましょう。プロンプトを入力して生成するボタンを押すと画像が生成されました。現状では1日30枚生成できるようです。生成された画像は右側の生成履歴に記録されていきます。画像をクリックすると呪文や設定を見ることが可能。ここで保存、再利用する、投稿が可能です。保存は画像を端末に保存。再利用するは設定を生成画面に反映。投稿はそのままサイトに投稿します。こちらは現在使える2つのモデルを同じ呪文で比較した作例です。どちらもクオリティが高く生成できています。AI ピクターズの AI イラスト生成サービス。次に AI ピクターズの AI イラスト生成を試してみましょう。AI ピクターズも大手 AI イラスト投稿サイトになります。小説の投稿も可能です。画像生成画面に移行するには、左上にあるメニューの生成を選択。すると、このような画像生成画面に移動します。画像生成画面の解説。左上でモデルを選択します。現状では7つのモデルから選択可能。その下の設定欄でサイズ、VAE、シード、ステップス、スケール、サンプラーを指定できます。真ん中の子プロンプトに呪文を入力。ネガティブプロンプトには省きたい呪文を入れます。一番右側が生成履歴になります。AI イラスト生成ボタンで画像生成開始。生成が完了すると保存、投稿が可能です。こちらは現在使える7つのモデルを同じ呪文で比較したものです。それぞれのモデルでかなり絵柄が異なっていますね。好みの絵柄で生成すると良さそうです。最後に、今回は AI イラスト投稿サイトであるチチプイさんと AI ピクターズさんのサイトで無料で AI イラストを生成してみました。どちらもクオリティの高い AI イラストが生成できましたね。そのまま投稿や保存までできるので、いろいろと生成して楽しむことが可能です。投稿サイトには呪文を載せている方もいますので、それを参考に生成してみるのも面白いと思います。皆さんもいろいろと生成して試してみてくださいね。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルでは AI イラストについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。